今回はね、堆肥を早く作る、早く発酵させる話をしたいなって思います。で、堆肥をね、発酵させる、腐敗じゃなくて発酵ね、させるとき、みんな大体考えるのが発酵促進剤っていうものを考えると思うんだよね。で、俺もちょっとここ物買ってきて、それをね、で、これを、こういうものがありまして、どうのこうのって話したかったんだけども、結構高いのね。ネットではね、インターネットではこのアイリスオーヤマの、まあ、生ゴミ発酵、匂いを防いで 生ゴミ発酵っていうものがあったんだけれども、ね、要は発酵促進剤なんだけども、これが419円。でしたけども、店頭で、1000円ぐらいしてました。千何十円だかぐらいで、ちょっと高えなと思って買うのやめたんだけども、でこの内容をね、ここに商品自体には書いてなかったんだけども、このアマゾンでは書いてました。素材のところね、見える、菌と脱脂米ぬかゼオライトっていう、まあ、そういう3つで作られていると。要するに、まあ、ゼオライトはとりあえず置いといてもいいんだけども、要するに、発酵するための菌と、その菌の、まあ、起爆剤となる、前の他の動画でもね、今年バズった動画の一つで米ぬかをの使い方、使う目的を動画にしたやつ、ね、それにあるんだけども、俺それ喋ってるんだけども、菌の起爆剤になるような米ぬか、これ2つあれば、でこの2つがあればできるということなのね。いや、消費の内容も要はそういうことなのよ。金と米ぬかとゼオライト、ね、ゼオライトはなくてもいい、米ぬかと金があればいいと。じゃあそれをどこから持ってくるかって、米ぬかは、コイン精米とか、周りにある人はね、ない人は米ぬか買うしかないけれども、ある人はコイン精米からタダでもらってくることができると思います。ご自由に持っててくださいと。俺も何回もそこに行って、ポリバケツに入れて何回ももらってきたりしてるんで、できる人はできる、できない人は残念ながらそれは米ぬかを買えばいいと。で、菌をどうするかってことなんだけども、この菌はね、畑の土の中にいくらでもいます。いるんですよ。まあ、農薬いっぱい撒いてしまって、菌を皆殺しにしてしまってればダメだけども、まあ、それでも残ってはいるだろうけれども、バランスが悪いから良くないんだけども、多分俺の動画を見てくれてる方たちは、そんないたずらに薬をめちゃくちゃ撒いたり土壌消毒したりっていうことはしてないと思うんで、多少使ってでもね、めちゃくちゃ使ってるってことはないと思うんで、土の中にある程度の菌はいると思うんで、その土を使えばできます。で、どうやってやるかっていうとね、土、草をね、発酵させた草、もしくは生ゴミとかを集めるじゃない。で、ある程度入れると。全部入れるんじゃなくて、そこに土と米ぬかを入れますと。で、それでまた草を入れて、また米ぬかと土を少しでいいから入れて、っていうふうにミルフィーユ状にしていくのね。ミルフィーユ、ミルフィーユ、ミルフィーユ鍋とか、ほら、豚肉と白菜の鍋とか、あとはクレープの、と生クリームを重ねていくやつ、ああいう感じのイメージで堆肥を作ってもらえれば、ね、作るというか仕込んでもらえれば、そこで米ぬかを餌に土の中にいる菌が繁殖して、草を食べて糞してまたそれを食べるやつがっていう、そういう生態系の循環ができるんで早く発酵します。で、もう一つが、ね、これ結構大事なんだけれども、まあ、コンポストではできないけれども、堆肥を作る上では空気を入れてあげればいいので、空気。まあ、おそらくだからさっきのゼオライト、ね、発酵促進剤、アイリスオーヤマの中の、ね、ゼオライトって入ってるのは、多分空気が入る隙間を作るためのものだと思うんだけれども、ね、空気を入れてあげると。何をするかっていうと、フォークとか、フォークってね、ケーキ食べるフォークじゃなくて農業のフォークね、でっかいやつ。スコップの先端がこう、突き刺さるような本当にフォークのようになってるやつ、それでこう混ぜてあげればいい、攪拌、これを結構頻繁にやってあげると空気がしょっちゅう入って、早く分解します。で、それをやった後、空気を入れて攪拌した後、ある程度高さ、まあ、60センチから1メートルぐらいの高さになるように積んで、自分がその上に乗って踏み固めてあげる、で水を加えてあげると、そうすることによって発酵はどんどん進んで、草がね、発酵促進されてすぐ堆肥ができます。結構早いです。俺やってみて、まあ、豆にやって1ヶ月ぐらいで、まあ、使えるかなっていう状態になったこともあるんで、まあ、そういうふうにした
発酵促進剤を買ってくるんじゃなくて、米ぬかと自分とこの土、そして、こうやって混ぜてあげる手間をかけてあげれば結構早く作ることもできるんで、混ぜなくても別にまあいいんだけどね。木の枠を作って、ね、この近所でもやってる人いるんだけども、枠を作って、その枠の中にミルフィーユを作っていく。で、踏み固めておくと。その枠をキュッと上げるのね、ちょこっと上げる。で、また積み重ねていく。キュッ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 っていくと、四角い、高いさ、なんつうの、この山ができるんで、それを放置しておいて、1年ぐらい放置しておいて、それを崩して、そこから堆肥として取って畑に入れるっていうやり方をすることもできるんで、ね。たった枠が1個あるだけでもそれでできる。枠があれば綺麗に作れるからね。俺がやるようなんで、ただ山にするだけだと崩れたりとか、この表面のところがね、土とかまあ、あまりかかんなくて発酵が遅れたりするんで、そういう枠を作って、みちみちに入れてやるとか、そういう枠で上げていくやり方もあるけれども、この、三方、ね、まあ、そっち向きでやると、三方を壁作ってそこに入れておくっていうのも、ね、よく見るやり方だけども、どっちにしろね、ちょこっと土を入れてあげておくと、入れておいて、米ぬかも入れておいてあげると、発酵促進剤の代わりになるんで、わざわざ買ってこなくても、買ってくるともしかすると、ね、何かいろいろ入ってる可能性もあるんで、米ぬかと自分の畑の土と自分の労力、自分の力を使ってやると。そうすると、安心な堆肥ができると思うんで、草だけでね。作ることができると思うんで、やってみてほしいなと。すぐお金出して買ってくるとか、それに頼らないで自分でやる。これ自分でやるってことがやっぱりこう安心安全な野菜健康のためにはやはり大事かなと思うんで、その辺意識してやってみてもらいたいなと思います。